ガリシア州内の位置、リオトルトは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカデメーラに属す。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は1439人。住民故障は、男女同系のライアトーテンス、または、ライアトー手の A。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.64%。リオトルトは、 ルーゴ県の北東部に位置し、コマルカデメーラに属する。北は、モンドニエードと、ローレンサーと、東は、トラバーだと、アポンテノーバと、南はフォンサグラーだと、メーラと、西はアパストリーサの各自治体と隣接する。自治体中心地区は、リオトルトと京区のアスロドリーガス地区。リオトルトは、モンドニエード四方管轄区に属す。 モンドニエドフェロシ教区のミランダ主席主催区に属する。住民は8の教区の64の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア民族主義ブロックのフェデリーコ書世、グティエルス・エストア、自治体表議員は、ガリシア国民党、4、ガリシア民族主義ブロック、4、ガリシア社会党、1となっている。リオトルトは8の教区に分けられる。ふとは、 自治体中心地区のある教区、ありがとうございます。